うっす、木の影です。はい、超久しぶりっすね。エクバツです。はい、まあね、視聴者さんっていうか、まあフォロワーなんだろう、配信に結構ね遊びに来てくれるマイラブッパサイさんとね、今回固定を組んできたので、はい、まあそれのね、まあ視点をね、まあ、とりあえず取ってきましたよって感じで、まあ、結構ね、まあ久々にやったにして動けたかなっていうところで、まあ気持ちよくなった視点を持ってきましたという感じでですね、とりあえず、まあ修正でね入ったね、新規派生のね、特格犬からのね射撃派生をバチコリ決めてますけど、そうフラーマーガンダムね振り返しない弱いからねそう一応ね結構ね視点は溜め込んでるんですけど、まあどうしてもねまあ、みんなマキオンの方が見たいかなとかね、あとはまあただ単にそのマキオンがあるから僕のねそのエクバツのモチベがそこまでなかったんで、まあこういう感じで、まあ超久しぶりになってるんですけど、マジでな、なんか月1ぐらいしかやってなかったんですよね。まあ今回ね、まあちょっとまあ木の影くんやろうって言われたんで、まあ組んできましたよって感じですね。まあでもね、なんかねやっぱりねエクバツね弾が強い分ね、なんかフラーマーガンダム使ってても楽しいんでね。そう、こういうところやばくない？あれ横ブーストね、マキシブーストオンだとあれ枯れないんでね、まあああいうところはねちょっとエクバ2の方が、まあ、やっぱ楽しいかなって思いました。はい、じゃあ次の試合いきます。はい、2試合目です。タイミングがね、まあフォービデュンとプロビデンスかで、ちょっとねまあ試合流しながら一旦ちょっと雑談っていうかね、まあ最近の話っていうかね、そうマキオンね結構なんだろう、なんだかんださもういつもやるじゃないですか。まあ環境変わんないし3ヶ月ね。でそれでなんかだんだんね秋が来たところにね、まあやまあクロスブーストのね、まあ、発表だったりとか、まあ、あとGGGP ねなんか発表されましたねっていう感じで、まあ僕は多分腕的には出れないんですけどもまあ身内でね、まあマッスーとかね、ヨミちゃんとかどうするんだろうなみたいな、まあちょっと軽く思ってる感じですね。はい、でまあそれでもねやっぱりね、まあエクバ2のね稼働周期に大会がないっていうのもねちょっと寂しいもんかなって思っちゃいますけど、まあそれでもな、なんかヤクタール系とかな、大会多分なかったよね。そう、ああいう機体たちがね、ちょっと大会でバッコしてるのもね、なかなかあれかなという感じですし、そう、あとクロスブーストね、ちょっとね、カバカーリーだ、そうそうそう、カバカーリー結構待ってたんでね、まあエクバ2での参戦じゃなくて、クロスブーストからになっちゃったけど、まあ、結構ね、まあ面白い機体なんじゃないかな、みたいな。なんだかんだね、原作だとね、原作っていうかアニメだとね、なんかあんま地味なポジションになっちゃってるからね、そこら辺ちょっとね、まあ見ていきたいかなっていう感じで、結構クロスブースト楽しみにしております。どうせね、だって、エクバ2の、あれ、最後どうせフェリックスでしょまあどうなんだろうね。バイルみたいに暴れんだろうなとは思ってますけど、はい。まあ多分ね、クロスブーストになってもね、変わらずちょくちょくフルアーマー使っていこうかな、みたいな。まあ、基本的にはね、なんか固定勢なんでね、なんだったら環境で強い機体に乗れた方がいいんでね、まあ、環境で強い機体を擦るようになるかなとは思ってますけど、そう、ちょっとびっくりしたのはね、メインから、特格 N 射撃派生入るんですね。びっくりしました。ここら辺もね、なんか修正の恩恵かなみたいな思ってます。はい。まあ、2試合目が終わっちゃったんですけど、まあ、何よりね、クロスブースト楽しみですねって感じですね。まあ GGGP もねちょっとね予選ぐらいは出ようかな、なんか一緒に出てくれるような身内がいれば。はい、じゃあまあ3試合目から実況入ろうかな。はい、3試合目でございますと、はい、隣がねまあちょっと変わってね、フラーマーダブルゼータで対面がまあ抵抗抵抗といったところで、ちょっとね面白いね、まあ、バグっていうかね、ちょっと修正案件がね、見えたんでね、この視点は入れました。はい。で、あとね、まあ、特殊のミサイル強いよって感じですね。そう。あとあれだ。多分あんま使わないっすけど、流しゲロビならぬ、流しナパームやったんで、ちょっとそこら辺も見どころになってます。はい。で、
まあ、ここら辺は適当に突っ込んで特角への射撃発生と。はい。まあ、そんな感じなんですけど、まあ、基本的にはね、もうなんか、戦い方がね、もう、特写を巻きまくるっていう戦い方になってて、あ、そう、ここ、フラマダブルゼータがね、足遅すぎて、なんか、ラグオーにボコボコにされてたんでね、一回助けてって言われたんで、ちょっと助けに行きました。はい。で、まあ、ここ、覚醒が剥がれちゃって、まあ、一回もらっちゃいましたけど、で、ここで上に逃げて、相方と合流して、みたいな。はい。で、何がね、そう、何が起こったかっていうと、まあ、後で起こるんですけど、N 角射撃発生のね、あの、射撃発生の部分の爆発のところが、壁に引っかかってどっか吹っ飛んでたんで、ダウン、入ったのかな、これは。入るかな。そう、これです。どういうこと？マジ。普通に修正してもろていいですか？まあ、エクシアのね、覚醒技とかがね、壁際でスカルってよくありますけどね。フルアーマーの N 角射撃発生もこうなっちゃうんですね。ちょっと、びっくりしました。はい。で、ここでね、もうなんか、ひよって覚醒吐いて、一回下がってみたいな。まあ、とりあえず食らわなければね、二回目溜まるんで、まあ、とりあえず吐いたって感じです。はい、ここ、ちょっとね、すげえわかりづらいんですけどね。ザカメに、まあ、流した感じですね。ラゴに打っとけばこれ当たるかなと思って、流しゲロビンの要領で、打ってみたら、当たったんですけど、そんなにダメージ稼げる技でもないからな。はい。で、ここら辺はちょっとガバイ被弾が続いて、相方が覚醒したんでね、まあ、適当に耐えていこうかなと思ってますけど、いや、突撃しちゃうんですね。いや、突撃癖がね、ちょっと特角押せば突撃しちゃうからね。はい。まあ、なんだかんだね、そう、勝てるんで、はい。まあ、いいんじゃないっすか、みたいな。はい、そんな感じです。はい、じゃあ、4試合目いきます。なんか、久しぶりに実況したら適当だな。はーい。ちょっと待って、何試合目だ？さっき言ったはずなのに忘れたな。はい、ね、タイミングがね、そう、修正もらったディスティニーとね、まあ、元から強いファントム君ですね。はい。で、そう、結構びっくりしたのはね、フルアーマーのナパーム、ファントムのね、ファントムライト剥がせんじゃんっつって、ね、若干有利なんじゃないでしょうか、みたいな感じですね。まあ、寄られたら終わりなんだけど。もう何よりね、格茶のね、スパーマに対してね、回答がなくなっちゃったんで、まあ、もともとね、前方向に判定強い技だったのに、まあ、単発ダウンもなくなっちゃったんでね、どうしようかな、みたいな感じでしたけど、はい。そう、ここのところもね、一応横移動にね、まあ、特殊が引っかかんねえかな、みたいな感じで打ってたりします。そう、あとね、そう、久しぶりにね、乗ってね、なんかやっぱり、巻き読んでちょっと上手くなったかな、みたいな思うのが、まあ、適当に結構昔ナパーム巻いてたんですけどね。今は、まあ、軸が合うまでね、とりあえず待ってみて、その後にナパーム打つみたいな。そういう軸合わせのね、考え方もね、結構、まあ、身についたんでね、やっぱり、まあ、巻き音やっててよかったかな、みたいな感じですね。はい、ここ相方が落ちたんで、一回頑張って下がりたいところなんですけどね。何振り返してんだ、ボケーって感じで。はい、まあ、一回寝かされて、まあ、相方の合流を待ちたいところです。ここでね、俺が食らいたくはないんでねって思ったらね、相方が半分に削られた。やばいな。さすがファントムライト。もともとね、580ぐらいのはずなんでね。きっかり半分なんじゃないでしょうか、みたいな。はい。まあ、ボコられて僕も落ちて。まあ、覚醒はね、まあ、覚醒落ちではないんでね。まあ、別にギリギリかな、みたいな感じで。まあ、あとは運命を追っていく感じでしょうか。運命が覚醒吐いてね。で、ここでワンズンダもらってダウンしてしまいましたけど、まあ、覚醒あるんでね、まあ、いかようにでもなるんじゃないでしょうか、みたいな。はい、サブがね、重厚補正で引っかかって、本当な、昔のサブだったらな、多分当たってないから死んでたな。一応重厚がかかり直すようになってくれたんでね、なんか自衛用としては多少は使えるかな、みたいな感じです。といったところで、相方がね、しか覚醒技が入ったところにゲロビを差し込んで、まあ、落としてくれたんだったと思います。はい。じゃあ次の試合いきまーす。はーい、何試合目かもはやもう覚えてないんですけど、まあ、対面がね、バエルとファントムで、こちらがまあ、X2 と変わらずで、そう、X2 の視点も取ってきたんでね、まあ、どっかのタイミングで出そうかなと思ってます。
何よりね、昔ね、X2 使ってたくせにね、なんかもう、なんだろう、もう全然使わなくなっちゃったんでね。まあ、だって、なんだろう、昔は強かったけど、なんか、環境がね、どんどんね、なんかインフレしすぎて、今 X2 ってどうなんだろう、結構きつくないかな、熟練度がないとね、さすがにね、厳しい機体になってるんじゃないかなと思います。だってね、確かね、今一番上ってエクセリアで、その次、誰だ？まあ、あれかな？フミナ先輩とか、そんなところになってるかなと思いますし、まあね、何よりね、ちょっとね、抵抗が言えば厳しい時代なんでね、まあ、どうなってんだろうな、みたいな。実際フルアーマーもね、なんか積んでるキャラ積んでるんで、例えば、トライバーニングみたいにね、スパーマでご利用してくるやつと、あとは、積極的に軸ずらせるね、ヤクタール系とかそこら辺は、マジで無理っす。はい。何よりな、フルアーマーガンダム自体がね、自衛宅がないんで、で、なんだろう、まあ昔よりね、多少は爆弾できるようにはなってはいるんですけど、まあフルアーマー爆弾するぐらいだったら別のキャラでよくないみたいな、ところも若干あったりはするんでね。まあ昔より鋭角が弱くなったって、どうなんだろうな、なんか、なんだろう、ペイルライダークスイとか、どうなんだろう、ペイルライダーとナラティブだったらさすがにナラティブかな、まあわかんないですけどね。ちょっとそこら辺だったらさすがになんかフラーマーよりはあっちの方がね、苦手キャラが少ないんでね、あっちで爆弾した方が強いかなと思いますしね。そう、自衛宅がないとね、ほんと 3-0 と組めないっていうのがね、フラーマーの難しさだとは思います。はい。まあそう考えるとね、今回組んでくれたね、まあエイラブッパサイさん、ほんとまあ、2525でね、よく勝たしてくれたかなと思います。結局ね、なんか、最後、まあ、このペアで組んでね、5連勝ぐらいしてね、終わられたんでね、まあ、ほんとありがたかったかな、みたいな。僕、散々ね、フラーマーの動画出してますけどね、フラーマーの勝率結構悪いんで、まあ、だって、辛いもん。対面強いから。あと腕ないし。ね。まあ、そんな感じでですね、まあ、介護してくれる、まあ、抵抗使いの相方、結構求めてたりはしますんで、まあなんか隣でフラーマー乗っていいよって人が言ったらね、まあ誘ってくれれば、思い越しを上げてたまに行くかもしれません。はい。まあちょっと待って、実況どこ行ったよマジで。ちょっと最後くらい実況するわ。はい。これ最終試合っすね。はい、対面がねレオス2とフリーダム。で、こちら変わらず、まあ、X2 とフラーマーと。で、いきます。はい。で、これ、まあ、戦略としてね、まあ、レオス2がね、極限入るとめんどくさいんで、さっさとね、寝かして、まあ、極限入ったら、まあ、適当に下がってね、まあ、フリーダム噛みつけたら噛みつこう、みたいな、そんな感じでした。はい。で、まあ、何よりね、まあ、とりあえず、突角で、突っ込んどけばね、ダブラは取れるんで、まあそこら辺で適当にフリーダムが出てきてくれればね、フリーダム差し込んだりね、まあ、そう、こうやってナパームね、ペチンってやったりしてね、いければいいんですけど、まあここで極限入ってしまったんでね、まあ一回下がっていこうと思ったらね、爆風だけ当たってんのかな。マジで納得いかね。はい。で、ここで相方とちょっと距離が離れてしまったんで、一回合流していこうかなと思いましたけど、まあちょっとね、ここら辺ガバが出てますね。はい。まあ暴れの横角が一応刺さったりはしてたんですけどね、まあ全然ちょっとやばい状況ではありますけど、まあ、ここでね抵抗の覚醒でね3000の覚醒吐かすことができたんで、まあ、御の字かなみたいな感じです。はい。まあガバ一口を晒して一回落とされてしまうと。はい。まあ新品で帰ってきて同じぐらいのタイミングでね、まあ両数持ちてたんで、まあ、ここら辺もね、まあ、レオス2をちょくちょく見つつ、まあ、こっからはフリーダム削っていくのも視野かな、みたいな感じです。で、ここでね、まあ、威嚇抜けして、まあ、あれ、ワンダウン取ったら、次たまんないんで、と思ってね、まあ、ここは必死に前部してますね。で、ここ、置き攻め入ります。まあ、まあ、結構雑なんですけどね、とりあえず特殊打って動かして、最後にオバヒンところにね、まあ、とりあえず上からメインペチンと、打ってですね、言ってる感じです。ほんとね、特殊の圧がやべえんだよな。はい。で、最後はね、まあ、特殊で動かして、特角 N で突っ込んで、試合終了と。まあ、実はあれ、なんだかんだ横振られるとやばかったりするんですけど、まあ、そこは気合でご利用して、
まあ、勝利って感じですね。はい、まあ、久しぶりのねエクバツ楽しかったです。まあ、そろそろちょくちょくねエクバツの視点も上げていこうかと思うんで、まあ、ちょっとリクエストとかあればね、まあ、教えていただけると嬉しいかなと思います。ではでは、お疲れ様です。